せーの、ほやほや株式会社新婚夫婦。何それ。うん、はい、はい、ということで今回はですね、うん、もう株が全然服がないということで、株の服を大量に私が買ってきました。ありがとう。いや、もう服がないって別にすごいなんか貧乏みたいな。だってもうずっと長袖着てて、うん、暑くなったし。いや、そうだね、暑くなってきた時の服がないのよ。はいはい。なので、うん、去年のはどこに行ったんだって感じなんですけど、去年のね、うん、ね、去年のシュッとしてた頃ね、ちょうど1年前の。確かに、もうシュッとしてたから着れないか。ということで今回はちょっとフニッとしたハブにお洋服を嬉しい大量に買ってきました。やったー、やったー、やったー。やっとね、私の友達で、うん、あの夫婦の方がいらっしゃって、はい、旦那がすごくハブの真似をしてますみたいな、意識して黒マスクつけたり、うん、服も株寄りにしてる人が憧れてるみたい。いや、めちゃめちゃ恥ずかしいんですけど。見てる？やめて。ほら、ちょっとなんか一人。ようこそ。何にようこそ。恥ずかしくなっちゃった。なんか。何それ。はい。だから憧れてる方がいらっしゃるの。ちょっといじってるでしょ、もうそれ。って言ってね。本当に。あれ、私はね、あれなのに株に憧れてんだ。いやいや、なんなんなん、何そんな。羨ましいと。ね。はい。はい、ということで。はい。今回まず、ザラから紹介します。ありがとう。まあこれね、一緒に買い物行ったんでね。そう。はい、僕は一応知ってるんですけど。はい、まずはこちら。はい、なんかちょっとなんか。結構でかくない？でかめの。これでもね、意外とサイズ M とかなんだよね。あ、でかく着るやつなんだね。M でちょっと、探検隊みたいな感じ。探検隊の服いただきました。ありがとうございます。はい。ザラ。で、もう一個あったよね、ザラ。ザラはあったんだけど、この動画をね、まあ、待てなくて。動画を撮るまでの間にどうしても服着たくなっちゃって。一回着ても洗濯したからシュッシュになってて。もうよくカブが着てそうな黒い普通のシャツです。いや、ちょっと待って。翔子ちゃんが選んだんでしょ。なんでそんなもうディスってるみたいな。よく着てそうな。もうカブは、もう基本黒なんだよ。だって黒ばっかり着る、結局さ。違うなんか柄物とか買ってもさ。結局こういう黒シャツ、襟がついてるやつがいいらしい。でもそれ似合ってるし、それを見てかっこいいな、私もああなりたいと思って憧れてる人もいるんだから。そう。はい。という感じで。で、さっきのザラが1万ちょいしたのね、2着で。はいはいはい。大体7級とか6級ぐらいのとかだったので、ちょっといいお値段だったんで。はい。すけど、まさかの GU で買ったんですけど、その次ね。これ、はい。7着ぐらい買って、はい、8000円ちょい、だったよね。なんかね、なんかもう全然違う、物価が違う国みたいだった。なんかもう、はい、株のやつ1着990円ぐらいで買えてる。いや、だから GU が一番コスパいいってことっすよね。で、株に似合ってるの、ね、GU がね。そう、はい、ザラは似合ってる。ザラはもう最高に似合ってるけど、色とか、このなんかすごいシンプルだけど、色合いとかも、色合いも可愛くない？これ。これ可愛いですね。なんかちょっとパープルっぽいけど、ちょっとダークパープルみたいな。はいはいはい。これも L サイズのシャツ。これ900円ぐらいです。ありがとうございます。これもう着たね、一回。一回、これも一回着ました。で、これ短パン。うん。これはいつも、今日はパンツじゃないけど、あの、いつもトランクスじゃない、トニアルパンツ、ピチピチパンツ、パンティ、ピチピチ GU パンツ履いてるから、うん、あのこういうちゃんとね、夏用の短パン、はい、ハーフパンツ、ありがとうございます。 XL くんです。 XL くんです。290円です。はい。そして、ちょっと爽やか系のボーダータイプの L サイズのドライなんとか加工がされている、はい、GU ドライ吸水と速乾とさらっとした着心地系のちょっとなんかパジャマっぽい感じ。ありがとう。の水色の L サイズ。はい。これも、1690円が多分990円ぐらいだった。違います。違います。服です、普通の。服です、普通の。はい。そして、もう一個カラー、ちょっと同じっぽい感じの爽やか系。今年の夏はこういう色が流行るんですか？そうですね。はい。はい、ちょっと、爽やかといっても、ちょっと、あの、くすんだ色がやっぱ流行ってるので。ちょっとくすんだ爽やかさもね、出していきたいなと。はい、もう37歳ですから今年、はい、知ってました。知ってる。今サブロー今36なんですね。もうアラフォーですよ。うん、アラフォー、はい、アラフォー男子だから襟がいいんだもんね、はい、そう、ね、そうだね、襟がついてる方がいいんだもんね。で、これも、はい、次もちょっとポロシャツ、うん、
ポルシャツのこれもちょっと、はい、お父さんの休日、うん、はい、これは、ね、はいはいはい、珍しく全部ボタンついてる、うん、タイプ多分バングラデシュで作られてますね。そしてはい、また来たまたさっきのザラと似たような、またポロシャツのような、いや、いいんだよこういうのいっぱいあればあるだけもう黒ばっか着るから、はい、あればあるだけいいよ。とにかく T シャツじゃなくて、はい、一応ちゃんと襟がついてる、襟がついてる、でもこれめっちゃでかくない？これでかくてこれかわいいね、いいよ、うん、これは相当着ると思う、うん、よく着そう、はいはい、おいで、そんな感じで、はい、これあとね、私のあなたに買ってあげて、これ私がね、うん、あのカブがこれかわいいんじゃないって思ったのね、カブに、うん、あ、そうなの？そしたら、うん、あの、ちょっと意思疎通できてなくて、うん、これいいじゃんって言ったら、うん、しょうこちゃんがいいと思ったっぽくて、カブはあなたに似合うでしょうと、私は思いました、はい、そしたら、はい、あの、私にだよって言われて、はい、これ私にメンズの白パン、はいはい、いや、絶対似合うから、これカブもこれね、うん、ここ緩いし、ほら絶対、ほら、そうそうそう、だからちょっと待って今思い出しました、本当に、はいはい、しょうごちゃんにパンティー買いました、うん、僕何それ、赤ちゃんの、赤ちゃん、あ、そうだ、赤ちゃん、なんだ、マタニティパンツ、マタニティパンティだから、なんか最近本当にお腹が出てきてて、はい、普通の服がなんか何でも窮屈に感じてるのね、はい、で、絶対ファスナーを半分ぐらい下ろして着用してるの、はいはいはい、上をダボっとした服で、はい、スカートをわざとも開いてる、はい、半開きしてるんだけど、うんうん、だからこういうのマタニティパンティーは今ないの？今履いてるんだよ、あ、今履いてんのか、うん、え、実際でも、うん、履いた日めちゃめちゃ感動してたじゃん、うん、そう、感動してた、こんなもっと早く履いてればよかったみたいな、うん、と思った、あ、もう一個あるから持ってこようか、はい、2個買ったんですね、2個買った、はい、こちらのパンティー、はい、なんか、はい、ここがウエストの部分がこうやって斜めになってるから、うんうん、なんかちょっとなんか緩くなんか締め付けない感じになってる感じ、で結構なんかまあうん、なんかあんまり見せる感じではない感じのだけど、どういうこと、なんかさ、派手さ可愛さとはそんなにないけど、まあ色は可愛いけど、はいはいはい、色もなんかまあ可愛い感じだけど、うん、なんかすごい勝負って感じではない勝負されても困るんですそう、まさにティーオーパンツ履いて勝負されて困ります、あとブラジャーの方も、はい、セットで買ったんだっけ、ちょっとそれもセットのやつ今履いてるから、はい、これセットじゃないやつ、これを今履いてる、これの下は、ああ、これの下を履いてる、今履いてて、はい、はいはい、これなんていうブランドでしたっけ、これは、はい、アンジェリーベ、アンジェリーベさんの、はい、はい、で、はい、値段的には3個買って5000円ぐらいだったかな、はい、ね、うん、でもう本当にワイヤーなしの、うん、なんかちゃんとしてる感じ、うん、なんでこれまたできたら私のチャンネルで紹介できたらなって感じで、うん、今もう紹介してるから、まあ、しちゃったね、はい、はい、だからこれなんか別にそんなすごいなんか可愛い感じだからすごい、はい、よかった、ありがとうございます、はいはい、そんな感じで、はい、最近、あと私も買ったの、私もね、はい、卒業祝い、自分の不妊治療クリニック卒業祝い、はい、それは初耳でした、本当にお腹苦しくなってきて、はい、ワンピースをたくさん欲しくなってきてるの、はい、でもなんかちょっといいお値段するやつ、どこのやつですか、アメリヴィンテージです、アメリヴィンテージさん、はい、はい、のワンピースで、これ後ろがこんな感じになってボタンになってるけど、うん、こんな感じになってるけど、ここでここだけでスポンってきて着れる感じになってて、お腹もあんまりなんか分かりづらいので、はいはいはい、かわいいじゃないですか、かわいい、気になるお値段なんと2万ちょい、はい、おおなのでいいんじゃないですか、でも今着てるやつもかわいいじゃん、これこれもね、はい、これネット通販のまた紹介します、これは、はい、私のチャンネル、はい、行ったり来たり大変だな、チャンネルまたいでこれはあっちで紹介します、これはチャンネルの方で、だからそんな感じで、はい、私もご褒美で、お互いご褒美、はい、洋服イエーって感じ、イエーイ、はい、はい、こんな感じの、あ、僕もう一個購入にありますよ、何、ああ、それね、腕立て、うん、マシン、うん、こうやってやるやつ、また買っちゃったよね、いいじゃん、これぐらい、うん、はい、それをやって鍛えてるそうです、うん、鍛えてます、はい、鍛えられてるのかなって、鍛えられてるよ、はい、こんがらでこれからだってほら、うん、抱かないといけないから、
そうだね、はい、まだまだ先です。いやいやいや、はい、はい、という感じで、あと、はい、なんかコメントでもらってたやつをカブが買ってくれてて、うん、あのマスクが辛いってずっと言ってたら、うん、このマスクがなんかちょっとクール、うん、クール系、うん、韓国のなんか最近この、ま、なんていうの、口のところがあの唇がつかないやつ、口紅が、はい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 、の感じのもっとクールバージョンに、はい、ナノファイバーみたいな、はい、ナノファイバーフィルターマスクっていうの、これ苦しくないんでしょうね。コメントに書いたんでしょ、はい、そうなんですよ。で買ってくれました、はい、嬉しい、はい、ということで、まあ来たばっかでまだ使ってないんですけど、はいはい、あとまだもう一個あった私、何、あのシャネルのルブランセラムの薬用美白美容液っていう、これすごい今までで私一番高い買い物、うん、1万8000円ぐらいの美容液、で私今まで吐くっていう、ちょっともう来てよ、はい、暗いよ、あの吐くっていう美白美容液を使ってて、うん、それだと1万円ぐらいなんだけど、はい、半年ぐらい使ってたんだけど、はい、やっぱ美白これからもう本当にシミとかが妊婦さんはできてくるので、うん、すごい、はい、え、はい、そんな高い化粧品誰に買ってもらったの？アブちゃんが買ってくれました。本当に本当にいいって言ってたの、高いから、うん、なんだけど、なんかもうこれお祝いだからって言ってすぐ買ってくれたの。めちゃめちゃいい旦那じゃん。めっちゃいい旦那、それ憧れるわそうだね、それ憧れる。 ありがとう。だからめっちゃ可愛い、もう見た目からして可愛い。使ったの？お嬢ちゃん、まだ使ってない。なんか高いのってなんか、あ、でも、いや、でも、あ、でも使ってください。あ、最近シミがどうとか言ってたのに。最近その吐くっていうのがなくなったから、うん、これをこれからもう使っていきたいと思います。っていうか、だって化粧してないもんね、最近そもそも。そう、そうです、ね、はい、はい、という感じで、はい、今回はたくさん私たちのご褒美買い物でした。はいはい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録と、私も最近こんなの購入したよっていうのコメント書いていただけましたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。